皆さんこんにちは。今回は18回目となるフィンランドに行ってきました。今回は朝早い便だったのでスカイライナーに乗って成田空港まで向かいます。特急に乗ると1030円で行きますが70分強かかります。スカイライナーを使うと2470円かかりますが最短で36分で空港第2ビルまで行けます。ライナー券はインターネットで予約すると T ポイントも使えますし、また貯めることもできるのでとてもお得です。ネット上からでも乗車の10分前まで買うことができるのでとても便利です。車内にはトイレもあり、スーツケースを置く場所もあり、いつもスーツケース置き場の隣の席を予約しています。列はチェックインの列とバゲージドロップの列で分かれています。オンラインチェックインは済ませてあるのでバゲージドロップの方に並びます。オンラインチェックインは36時間前からできます。座席指定は早い者勝ちなので早くオンラインチェックインされることをお勧めします。トナカイの絵かわいい。今回は通路側を指定してみました。フィンランドへの直行便はフィンエアの他に JAL も飛んでいるのですが、フィンエアだと飛行機に乗った時からフィンランドに行った気分を味わえるのでなるべくフィンエアに乗っています。機内食でフィンランドの食品も出ますが、楽しみなのは日本でなかなか見ることができないフィンランド映画が何本も見られることです。北欧デザインが好きな方には機内でしか買えないフィンエアとのコラボレーションの商品や、また、市内で買うよりも安くなっている商品もたくさんあるのでおすすめです。空港内の吉野家はメニューがだいぶ違うので今度試してみたいと思っています。フィンエアの機内食は個人的に少し足りない量なので次回はここでがっつり食べていきたいと思います。吉野家のラーメンちょっと気になります。白い恋人のソフトクリームも気になります。ベンチ全然空いてなかったんですが、ここ飛行機も見えるし穴場です。9時間半のフライトなのでいつもレギンスを履いて乗っています。ちょうど桜の時期だったので外国人旅行者もいて席はほぼ満席でした。フィンエアのパンはいつもなぜかとても冷たいのでメインディッシュの上で温めます。飲み物はフィンランドらしくブルーベリージュースを頼んでみました。メインディッシュはチキンか魚が選べたのでチキンを選んでみました。チキンのクリームソースです。有料で
食べ物や飲み物も注文できるのですが、私はいつもお菓子とおにぎりを持ち込んでいます。機内の後方には無料の飲み物も用意されています。軽食は今まで1種類のみだったんですが、今回は、チャーハンかパスタが選べたのでチャーハンを選んでみました。付け合わせのチキンのチリソースもとても美味しかったです。空港で売っているお土産は少し割高なのと、レジの列がいつも長いので事前にスーパーで買ってスーツケースの中に入れています。フィンランドはコーヒーの消費量が世界一と言われていて、いろんなコーヒーが売っています。今回はお土産でこのヘーゼルナッツのフレーバーのコーヒーを買ってみました。フィンランドのマスタードは甘みが多くて、アメリカのマスタードとはだいぶ味が違うので試してみてはいかがですか。ちょうどイースターの時期だったので、大きい直営なんかも売っています。ムーミンとフィンランドの化粧品メーカーとのコラボ商品もあります。こちらのエリアは前回2018年の12月に来た時には、なかったと思いますので、新しいエリアだと思います。フィンランドのショップに並んで味仙ラーメンができていました。ラーメン1杯15ユーロ前後のお値段でしたので、だいぶ日本人には高いですね。本日4月の22日、ヨーロッパはイースターの休暇も終わって、日本はゴールデンウィークはこれからという日にちでしたので、飛行機はとてもガラガラでした。今回は非常口のすぐ後ろの席が取れたので、足も伸ばせて楽々です。今回の機内食はリンゴンベリーのソース入りビーフバーガーか鶏肉の照り焼きソースとなっております。今回はビーフを選択してみました。ビーフバーガーと書いてありましたが、中身は実際ミートボールでした。軽食はこんな感じで、ポテトとハンバーグと卵ですね。